属王室神事2誠の力2020年1月5日便利になると思いきや不自由にさせられるのである。目先の欲は仕掛けられた罠、まんまと釣られ苦しみを強いられる仕組み。世の中は知るか知らぬか、知識のあるかなしかである。知らぬものは知らぬ見方よりできぬ道理、知るものは知るゆえ動く道理となる。気力はここから来るのか、人は理解せねばならぬ心の科学。悪巧みいたす者は必ず善の仮面をかぶり、正義の言葉を振りかざし民をたぶらかすものである。誰のための企てか問う者、表に出て誠を伝えよ。勇気を選ぶ者皆、世の立て替え立て直しいたす光入るのであるぞ。人殺すなよ、人生かすが誠の道ぞ。それぞれを生かすことまず考えるが誠の政治でありますぞ。金の使い方、苦しき者救うために使える心、当たり前とする世にするのぞ。恥ずかしくないか、己のありよう、それで恥ずかしくないか。霊人に見られておるぞ、みなみな見られておること忘れておりますぞ。悪しき霊人の玩具にされて笑われておる者、あちらこちらと祭りごといたしておりますぞ。かなわんかなわん、己疑いなされ、心のありよう見てみなされ。己に騙されるでないぞ、己のふりして己でないこと、よくある話でありますぞ。神のふり、仏のふり、善のふり、多いのう。争うでないぞ、押し付けるでないぞ、分かり合うのみであるのぞ。分からぬものは分からぬものゆえ、時来れば分かるものであるのぞ。ゆえに放っておきなされ。我が我がとあっちこっちとちやほやされたい幼稚なものは、幼稚な霊に取りつかれておるのでありますぞ。幼い幼い子供ぞ、頭撫でてやり、笑って話聞いてやればよいのぞ。かわいいの、そうかそうかと聞いてやれるじいさまばあさまになりなされよ。なれぬのはなれぬだけの、まだ学び足らぬ幼稚なものでありますのぞ。笑って聞いてやれるものとなりなされ。導くにはまずは聞き上手にならねば導けぬのぞ。相手に手柄立てさせてやるくらいの器でおらねば、争うもと己が作るのぞ。見抜けよ、相手の欲を見透かして、そして優しく導けよ。まず騙されてやりなされよ、笑って過ごしなされ。笑えば気力出てくるぞ、心の奥から誠の力流れてくるのぞ。うれし楽しじゃなあ、神人ともにありなされ。むうるう。2020年1月5日神人、はい。